おはようございます。釣り子 TV です。エバーグリーン、今年の非常に気になるルアー、コンパトラットが釣り具屋さん店頭に並んでましたよ。ブンブンでね、5500円ということで、エバーグリーンのタイプはフローティングだよ。長さは150ミリだよ。重さは66グラムだよ。じゃあ早速で、ね、開けてみたいと思います。中には替えの尻尾がね、あと2本入ってますね。はーい、出してみました。このね、接続部分がすごいこだわりの仕様になってますね。こんな感じの接続。で、尻尾がね、思いのほか、しなやかで長い。ね。ここがこの、結構、肝の感じがしますね。で、頭周りはこんな感じ。いやー、水をよく噛みそうな大きめのリップに、フックは、水ベルでバラしづらくなっております。じゃあ早速泳がしてみましょう。はい、というわけで早速泳がしてみます。いや、いろんなスピードで動きが変わるなぁという印象で、デッドスローの時はまあ愛字ではないんですけど、静かめに泳いでいるなぁというところなんですけども、徐々にねこうスピードを上げてみると、こう尻尾のね余韻みたいなのがよりはっきりと出るようになってくる。ウォブリングが強くなってくるね。で、結構速いスピードにも追いついてきて、懸命にね、泳いでくれる感じが、まあ、巻きスピードの変化で動きが変わって、食わせのタイミングになるのかな。テーブルターンも非常にやりやすくて、一箇所でネチ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 。で、その時もね、尻尾が余韻みたいについていくんですよね。まあ、基本的には何も考えないで、ただ巻きストップ、ただ巻きストップみたいなのがね、重いルアーだし楽ちんかなぁとは思うんですけども、結構ね大きい割に多彩なアクションに対応してくれるなぁという印象で、これねちょっと早巻きしてみたんですけども、たまーに動きがね破綻して、まあその瞬間に結構バイトがあったりするので、これ結構限界早巻きしてる時かな。で、まあビッグベイトを投げるような、ジョイクロを投げるようなね、竿であれば、比較的使いやすいんじゃないかなというね、引き抵抗はリップがあるんで多少ありますので、なんだろう、ちょっと、張りのあるビッグベイトロッドみたいな、もしくはただ巻きだけで行くんだったら、乗せ上司の竿でもいいんではないかなと思いましたが、いやー、エバーグリーンがね、ほんとこういった遊び心のあるルアー。まあでもティンバーフラッシュとかノイジーダックスとかね、あとはゴレンジャーとかね、まあ遊び心のあるルアーもあったんですけども、最近は結構トーナメント志向のルアーが非常に多くて、こういったね、面白いなーみたいなね、ルアー、ほんと久しぶりじゃないかなと思って、釣りフェスティバルの時から非常に楽しみにしていたんですけども、まあ実際にね、ブラックバス釣れそうなタイミングで、投げてみたいと思います。いやー、ビッグバイトチャート選んでよかったなー。白いのもあったんですけど、やっぱりエバーグリーンの大きなルアーといえば、このビッグバイトチャートがね、気分ですよね。ただね、一色につきね、一個ずつぐらいしかね、並んでいなかったので、釣り具屋さんで見かけたらね、すぐチェックした方がいいかもしれません。そんなにね、数はないのかもしれないので、たまたま入荷のタイミングだったのかな、ラッキーでカラー選べたんですけども、まあ、この他にもね、魅力的なカラー、たくさんあるので、まあ、これがね、今、梅雨入りかどうかっていうね、このタイミングでしっかりね、発売開始してくれたっていうのはね、本当ありがたいですよね。こういう、まあ、なんだろう、スポーニングシーズンが終わって、いよいよ、バスも回復して、少し大きめのルアーもね、果敢に大季節になってきますので、そんなタイミングでね、こんな、水面でね、イライラさせるようなルアーが動いていたらね、そりゃ食っちゃうよなっていうことで、実況動画の方もね、どんどん上げていきます。ぜひね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いいたします。あとね、この色俺買ったよとかね、こんな使い方あるよみたいなね、ヒントをね、ぜひコメント欄で教えていただいたら、それを参考にね、自分もこれ投げてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、エバーグリーンのね、2024年大注目ルアーコンバットラット、これをね開けて泳がしてみたいと、こういった動画でした。またよろしくお願いします。釣り子 TV でした。それでは。